4番の山岡がマウンドに上がります。今シーズンここまで20試合に投げて2勝1敗交流戦までは先発を務めていた山岡が後半戦からこの中継ぎに今回ってるんですよね。まあ、どうでしょうか。ファースト飛ぶ山岡ベースカバーワンアウト源田です。使ってるといいますか起用してますよね。絶対にあの中継ぎ陣にも3連投させない。先ほどの話ではないですけど頭の中にそれを置いてこの打席です。これもセカンド打たされました。変わった大城ツーアウト。この試合です。三振。1番からの攻撃3人で切って取りました。山本空振りしてしまいますよね。その前の球インハイに行った球もうやっぱり、なんていうんですか、残ってるんですよね、残像にね。